フォッカー70とは、オランダの航空機メーカーであったフォッカーが開発した、小型双発ジェット旅客機である。フォッカー 70KLM シティホッパーのフォッカー70リージョナルジェットとして開発された、フォッカー100の単動型として、胴体を4.62メートル短縮した70隻級の旅客機である。1992年11月から開発が開始され、 1993年4月2日に、原型機が初飛行に成功した。ジェットエンジンを胴体後部に設置し、T 字尾翼を有する機体であり、フォッカー100からは、主翼付け根等の細部が改良されている。1994年10月にフォードモーター車へ、最初の量産機が引き渡された。1997年に、フォッカーが倒産したため、1997年4月に、 引き渡された機体が最終機となった。生産期間が大変短い旅客機であり、生産数も48機と少数にとどまった。フォッカー100とともに、レッコフによる再生産計画が存在したが、実現していない。不時着した111便2004年1月5日、オーストリア航空111便がミュンヘン空港付近の雪原に不時着した。111便は、 ウィーンからミュンヘンへ向かっていたが、侵入中にエンジンが故障した。搭乗していた乗客28名、乗員4名中乗客3人が軽傷を負った。ありがとうございます。